五人が威勢よく餅をつく小千谷市東山地区に伝わる五人杵つき餅。中越地震の後、復興の取り組みの一つとして保存会が復活させたものです。臼が大きいため、今回は6人でつく特別版。今年から加わった新メンバーもいます。会社の人に誘われて、ああ疲れますね、すごくでも楽しいです。ああ思ったより全然大変で、でもやりがいあるんで楽しいですね。リズムが結構皆さんに合わせるのが大変で。五人杵つき餅は返し水を一切入れずに息を合わせて短時間で一気に突き上げます。はい、お疲れ様でした。そこから生まれるこの粘り、雑煮に入れても溶けにくい、コシが強く滑らかな餅になります。新型コロナの影響で見学会は2年連続の中止に。今年は予約制で3年ぶりに開かれました。今年もできないでなっていうのがちょっと残念だったんですけど、まあ、今年に関してはちょっと人数制限とか、まあ、ちょっとしまして、まあ、なんとかできる、ことになって、まあ、自分も、嬉しいです。つきたての餅の味は美味しい。今何餅食べてるの？きなこ餅。この地区でかつて校長先生をしていたという女性も懐かしの味を求めてやってきました。その時からこのお餅の大ファンだったんですか？現役の時から一番多い時は10個以上食べたんですけど、でもそれだけ入るので、入るぐらい滑らかで、あのお餅本来の美味しい味が味わえるので。見学会は18日も開かれる予定ですが、ほぼ満席ということです。